白樺北国の春という曲をね、聴いていただきましたけどね、僕の息子たちも今埼玉県におりますが、こんな気持ちになってたまには親のことを思い出してくれるといいなと思っておりますが、まだまだ若いのでね、親のことを全然思い出すまでもなく、
電話一本もなく、メールしても返事も返ってこない寂しい、ございますけどね。まあなかなかね、親の心こしらずと言いますが、実際に自分が子供ができて親になってみなければ、親の気持ちというものが、なかなかわからないもんだっていうのは本当によく言ったもんだなというふうに思います。